こう、これを、こういう、実際に取材に行ったのを参考にレイアウトとして起こして、で、まあ、このカットにはキャラクターが、千空が、実際に、油田を見つけたぞっていうカットなんですけど、まさにここだ。私が航空写真で見つけた謎の黒い水たまりは、ちょっと先ほど見たようなこの色が変わっているあたりとか、実際に少し油が浮いている青みがかった雰囲気とかっていうのを実際に背景として描きます。そしてこれが最終的にワンカットとして完成させているという感じです。